どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はねお知らせをしたいと思います。1つお知らせがあって、1個目の大きいお知らせとしては、明日ガズのウクレレ G ラボとガズレレの、最強最高のウクレレの販売と予約が再開される時がやってまいりました。3月22日のお昼ちょうど正午より、販売と予約受付再開でございます。3月のね、もう気づいてみれば3月も後半ですから、はい、皆さん、ぜひガズレレ公式ホームページにあるこのページちょっとね概要欄に貼っとくんでね、見てみてくださいということなんですけど、まあいつものご案内なんですけど、今回はですねいつものね、わがままウクレレ、ウスレレ、ガズモデル、ブラックビューティーモデル、ヴィンテージシリーズプラスセミオーダーで、初めてウクレレがあるんですけど、このフルラインナップ、即の納品できるものとちょっと待っていただくものがいつものようにあるんですけど、セミオーダーをしてくれた方はですね、ご希望があればですね、ガズが皆様の手に渡る前に試奏してなんかいろいろこう試して、それを動画に撮影してガズレレ YouTube でこんな風にこの方セミオーダーしてくれて紹介するっていうのもやってますんでね、ぜひそっちの方もよろしくお願いしますということなんですけど、今回このウクレレのラインナップの他にですね、胃腸弦というやつをですね、リリースすることになってます。胃腸弦って一体何かというと、ガズレレの簡単アレンジで弾いていたら、例えば C の曲が多かったりすると、女性の方とか声が高すぎてガズさん歌えないわとか、低すぎて歌えないなという方いると思います。そんな方におすすめなのが、あとねチューニングを変えるんですよ。弦の太さを変えて、で要はね、C を弾くと F になるという魔法のような弦をね開発しました。その胃腸弦というのを発売してね、今の説明じゃちょっと分かんないなという方、概要欄に胃腸弦のね解説を G ラボスタッフ青山さんと吉本さんがしてくれてるのがあるんで、概要欄見てその胃腸弦ちょっとねぜひチェックしてください。これかなり新しい新感覚のやつで、チューニングを変えてしまおうと、でも抑えるところは今までと同じというね画期的なことなんでね、ぜひ概要欄も見てください。そしてですね、まあいつものご案内になるんですけど、このガズレレ G ラボのウクレレはですね、いろいろ選べる設定になっております。フレットが選べたり、ウクレレのサイズ、コンサートサイズとかソプラノサイズ、大きさが選べたり、あとはピックアップがありなし、ピックアップというのはマイクなんですけど、そういろいろセレクトできるようになってるんですけど、そのことについて、概要欄にウクレレの選び方みたいな動画を貼っとくんで、まあ、ちょっと参考にしていただければなというふうに思いますので、ご確認ください。ホームページでいろいろ分かりやすくなってるんですけど、分かんなかったら、G ラボスタッフがですね、丁寧に皆さんにね、ご相談に乗ったりね、レクチャーできていると思うので、お問い合わせしてみてください。まあ、今日はね、祭日なんで、今日はちょっと無理かもしれないですけど、2、3日中にお返事があると思いますんで、で、今日は、だから、受付ないんですけど、明日からですからね。で今のうちにガズレレ公式ホームページを見てみてください。はい、そしてね、もう一個お知らせはですね、なんと今、ガズ旅ということで、春の旅に出ております。今日21日、21日から22、23、24、25、26日ぐらいまで、最終目的地は瀬戸内海に浮かぶ島なんですけど、小島なんですけど、そこに行く前にガズレレゆかりの人物に会ったりしながら、点々と旅をしながらですね、私の愛車、ジムニーでですね、今カメラ撮ってるハニーさんですけど、二人で、その各地を回ってですね、動画を撮影しながら、春の旅をしているという最中、今日第1日目です。今日はどこにいるかというと、今ね、名古屋にいるんですよ。で、今日名古屋にいる、すごくね、ガズレレと G ラボにとってね、いつも助けてくれる、重要なメンバーがいましてですね、で、ガズレレファンでもいてくださってね、セミオーダーウクレレを出してくれるということで、それを、取材してですね、明日か明後日くらいにこの動画も公開できると思うんですけど、まあ、そんなようなことになっております。なんで、旅の動画しばらく続きますから、ガズ旅動画、お楽しみください。ということで、整理しますよ。3月22日のお昼ちょうどに、ガズレレ公式ホームページのサイトからウクレレ G ラボのウクレレ、販売と予約再開というお知らせとガズ旅動画が続くぜ、お楽しみにしといてねということでございます。皆さんこの春はウクレレめちゃくちゃ楽しいことになりますからね。そしてそうだ、旅に出てる間動画のねレッスン動画アップロードできないんで、しっかりガズさんは用意してます。アーカイブアップロードとして春曲のアーカイブアップどんどんアップロードしていくんで、気分満載で弾いていきましょう。それでは皆さんごきげんよう。概要欄を見ていろいろチェックしてください。よろしくね。バイバイ。